はい、どうもゴスケ屋です。もうね、またやられた、やられましたよ。大概ね、ワンテイクで撮り直しなしなんて何回も言ってるじゃないですか。ちょうど動画を撮ってて終わりかけに、そこの窓からひょっこりと次男坊が思いっきり入ってきまして、そのまんまアップしちゃってもいいかなと思ったんですけど、やつは怒りそうなので撮り直しでございます。残念ながら。はい、レースアップですね。レースアップはね、あれでは、ブログではね、何度も書いてます。最近ツイッターでね、何でも聞くと動画なり何なりブログなり出てきますねって言われるんですけど、そうなんですよ。質問みたいなのがあって、お答えする前に自分のブログのリンクを貼っちゃえばそれで済むんで、そんなお答えの仕方をしたりね、ちょいちょいしてるんですけど、僕のブログの中にね、スマホだったらどうなんだろう、普通の PC のブラウザーからだとね、右の方にちっちゃい窓があるんですよ。ブログ内検索っていうのがあるんで、そこでね、検索をしていただくと、大概僕のブログを開いて、レースアップって入れれば、このレースアップの記事がうじゃーっと出るわけですよ。まあゴスケ屋レースアップって普通に検索してもいいんですけどね。大概のことは一通りやってると思います、レーザークラフトに関するもの。カービングなんかはね、へったくそなのしか出てこないんで、何の参考にもならないと思いますけど、浅くやってただけなんでね。そうで、レースアップのことをね、いろいろさっき話してたんですけど、市販のひらめ打ちってありますよね。平らな刃が並んでるやつ、それとレースアップ、それレースアップ用のやつなんですけど、まあ巻きかがりなんかに使うやつね。それと斜めになっているやつもありますね。まあ斜めの方が収まりはいいので、どっちを使うって言われたら僕は斜めを使うんですけど、これがね、なんで斜めなのって考えた時にですよ、平らでいいものがなんで斜めなのっていうと、短いこの細かいピッチでやった時に、平らな刃と平らな刃だと細かいピッチにすると穴と穴がつながっちゃいますよね。要は3ミリ幅、レースが3ミリ幅だったら3ミリピッチ以下にはできないわけですよ。おお。ですよね。さあ、要は中心と中心下でから見てですよ、3ミリピッチって間が3ミリずつ空いてるっていう意味だったら違うんですけど、レースの幅が3ミリで、中心と中心で3ミリピッチ以下には絶対に穴と穴がつながっちゃうからできない。だから、斜めにすれば間が空きますよね。間が空くので、斜めのピッチが有効であると。でもね、ひらめ打ちと売られてるやつですよ、某社の。要はね、同じなんですよね、ピッチが。何の意味があるんだろうって思っちゃいますけどね。それで僕が今やってるのは、もう縫うのとほとんどピッチは変わんないですね。かなり細かいピッチでやってます。で、いや、腰が痛いんですよ。今日ギクってやっちゃって、俺。ここの部分ね、ここの、映ってるかな。レースとレースの間のここ、ここがね、隙間が多いのがね、僕は好きじゃない。ここがね、ビシッとこう詰まってるのが好きです。当然、縫うのと同じピッチで、ほぼ糸で縫うのと同じぐらいのピッチでやってるんで、そりゃ時間かかりますよね。それで、えらい何度も引っ張ってるじゃないですか。こんなに長くはしないですよね。大概この一広ぐらい。で、長さを継ぎながら、
進んでいくっていうのがスピード的には一番早いんですけど、まあ継ぎ目は少ない方がよかろうっていうのと、うちはあのレースメーカー販売してるじゃないですか、ゴスケアレースメーカーね、あれがあるとね、こういう長いレースもね、自分の好きなだけの、好きなだけって言ってもまあ限度がありますけど、あのこれ一周ぐるっと縫うぐらいのものも普通にできちゃったりするんですね。まあてなわけでちょっと長めに作ってるんで、これだけ大変なわけです。よいしょ。でこの穴に通すのと、一つ戻ってレースのクロスしてるところに通すのを交互にこうやって進んでいくだけなんで、まあこれの詳しいやり方はあの競争部分なりなんなり解説してる人がいるだろうから、あのそこら辺は見てやってくださいませ。僕も書いたことあるかな。まあそんな基本的なところじゃなくてね、僕のところのこのリスナーさんとかあの読者さんは結構変態気味な方が、マニアックなところがお好みな方が多いと思いますんで、こうレースって表と裏がありますよね。表裏がある人間じゃないですけどね。ん？こっちか。ここでねじれてるとぐるりんと回っちゃってダメじゃないですか。だから表と裏はずっとずれないように行くんですけど、だからあの右手に持ってね、あのこれを針を持って親指側が表とか裏とか覚えてずっとやっていけばいいんですけど、こんだけ長いとね、引っ張るときに針持ってない方が早いんで、一回抜いたらこのまんま、このまんまこうねじらないで返して、次の穴に表裏のをそのまんまの形でも入れてスタンバイしておきます。その状態にしといてこう引っ張ってあげるっていうのがいいんじゃないかな。でレースの間をくぐらしたんで、今度は本体を、でねこれ細かいピッチでやってるって言ったじゃないですか、概要欄見ていただくとうちのカートショップとかホームページのリンクがあります。そこを探してもらうとね、あのレースアップ用のレーシングタイプレーシングっていうあのステッチメーカーがありますね。定規にバーッと穴が開いてるやつ、それを当ててバーッと穴を開けてっちゃうのでもいいんです。こういうレースと同じ幅の3ミリ幅のこのフラットオールもあるんですね。これで穴を開けてもいいですし、ヨーロッパ目打ちとかの菱目打ちありますよね。それで穴を開けちゃって、でその穴をさっき言ったのでやってもいいし、こう3ミリ幅のニッパーがあるんですよ。あ、油くれよ。こんなんでパチパチパチっと穴を開けてもいいわけですよ。穴をその広げていく。そうなんです。これレースアップっていう名前で、追加料金はいただいてるんですけど、この作業を見るとね、あ、なるほどなぁと思っていただけると幸いでございます。で、1回目に喋ってんだか、2回目にもう言ったんだか、ちょっと頭の中で今混乱してるんですけど、このレース、あの幅はね、ターゲットの幅よりちょこっと太くしてるんですよ。引っ張り引っ張りしてるとあの伸びてくるんで、伸びるイコール細くなるじゃないですか。なのでさ
3.3 ミリをターゲットのところを 3.2 ぐらいにしてるのかな。あ、こうやって離しちゃうと、ね、表裏が分かんなくなっちゃうんで、これがこの長いやつを、ね、毎回毎回表と裏を根元からこうやっていくのもめんどくさいじゃないですか。だからこうやって1個先の穴に入れて保持しておくというか、いてパターンです。で、これ滑りを良くするのに、これをリエスに指先に結構多めにつけて、さーっとこう薄く塗ってあります。そうするとね、このレースの滑りが良くなっていいですよ。でこれ最後にあのちょっとした毛羽立ちがあるのはライターで焼いちゃうんですけど、ね、本当うちの宣伝になっちゃうんですけど、レースメーカーを使ってやるとこのコバが見えないですよね。アンダレ、これね、最後に叩いてなじませんとこんな、なんて言うんだろう、こうボコボコしてないです。もっと綺麗になじみます、うん、そんでレースのコバが見えない、あの綺麗な仕上がりになるので、ゴスケアのレースメーカーっていうのも関連動画を探してみてくださいませ。永遠にいい加減長い時間喋れそうだよね。結構ね、これこだわりあるんですよ僕。って言ってこのレースアップの注文がわさっと来るとパンクしちゃいますけどね。僕のあの尊敬してる職人さん、これをすげえスピードでやるんですよ。たまたま Facebook を見てたら、この仕事は開始するみたいなところだったんで、僕ももうちょうどその仕事だったんで、あの用意ドンって言って、まあまあ雑にはならないようにですよ、あの一生懸命早く行って、一周上がったところでできたって言ったら、俺二つだぜって言われて、二つだぜとは言わなかったかな。でも全然スピードが追いつかなくて、うわさすがだなと思ったりもしたんですけどね。よいしょ。これもね、レーシングフィド、いろんなの売ってるんですよ。でもこの先端の形状がね、またこれね、贅沢にハイスコアなんですけど、この先端の形状が肝で、こう使いたいレースと同じぐらいの幅に先端がなってると、何するにしてもこう扱いやすい。うん、あの穴をきつくて広げたりもあるし、こういうところをこう広げてちょっとこう均等にしたりとか、そうなんですね、いろいろとあります。あとね、レースアップ、まああれなんですよ、あのこれもよく言うんですけど、あの正解とか間違いとかってあんまないと思うんで、何やってもそれがそうしたくてそうしてるならいいわけで、そうしたくないのにそうなっちゃったっていうのは失敗ですけどね、自分の意図した形でないっていうのは失敗かもしれないですけど、だからまずはやってみなきゃ始まらないっていうのはあるんですけど、このそう、これもね、ダブルレーシングとかね、これはダブルレーシングですけど、トリプルとかね、メキシカンバスケットウィーブとかね、まあいろんなかかり方があります。まあ複雑になればなるほど時間も材料もかかるんで、料金も上がってしまうんですけど、この細かいピッチが好きっていうのと、あともう一個、細かいピッチにどうしてもしたいっていうのは、この角を、教則本なんかによく書いてあるのは、この角だとぐるっと回りますよね。で、この穴の開いてるところよりぐっと外側を通るわけですよ。この外周を。だから長い距離を進むわけですよね、レースは。そうするとね、そこだけ間抜けになるんですね。なんかスカスカというか、そう、間が伸びてる感じ。これがかっこ悪いんで、同じ穴に2回通したりとか、
同じ穴に2回通すと結構穴も広がるし、どうなのよってこう思うわけですよ僕は。このね、細かいピッチでやったら穴の強度がとか言う方がいるかもしれないですけど、ね、この厚みのあるレースをぐいぐい穴に、大きい穴に2本も入れたりしたら、その方が強度って逆にどうなのよって思いません？だから僕はこのピッチでやって、で斜めにして、あなたの距離を稼いで、で同じピッチで、もしくはちょっと広めのピッチでやったとしても、角は自分で一個一個開けてるんで、詰まったピッチでいけるじゃないですか。こんぐらいがいいかなっていう、まあもともと細かいピッチで僕はやってるんで、特別そこの間だけ詰めたりしてないですけどね、普通に行ってますけど、この角で同じ穴に2回レースを通すようなこともしてないです。普通に進めば普通に馴染むぐらいの、なんかその方がスマートじゃないですか。なんか違和感があるんですよね、あれって言っても、まあそれが普通なんでしょうけど、やっちゃった？やらかしてる？やらかしてない。これがね、慣れてくんとテレビ見ながらできたりもするわけですよ。で、注意力散漫でダーッとやってるとね、ふと見るとすっげー手前の方で一個と目が飛んでたりするわけですね。これもう目の前真っ暗になりますよ。うん。まあ過去にそういうのやらかしたことがあるんで、この作業をやるときは、まあそういうことはしないようにしようと思っています。これね、一針というか一目進むのにいい加減時間かかってると思いますね。でもそれもこれもね、これが長いからなんですよ。これが短くなってくると、スパッといってこういって、またスパッといってこういってみたいな、このタグル動作がないんで、だから一広ぐらいが一番効率がいい、早い、でも継ぎ目は増えるっていう感じかな。とりあえずこの角の感じと、じゃあ一回叩いてなじませたところぐらいまではお見せして、この動画を終わりにしようかなと思ってます。しかし YouTuber の皆さん、最近まあちょいちょい僕も動画撮ってますけど、すごいですよね。しかも撮るだけじゃなくて編集もやったりするわけでしょ。一人では僕の場合は無理だよね、そんなやってる時間がない。そう、それの編集に時間かけてりゃ、自分が作るのも作る時間なくなっちゃうもんね、作業する時間がね。でこれね、そう大事なことが、最後にぐるっと回ってつなげるじゃないですか。これもったいないんだけど、最初の方のところってレースも伸びてないし、結構ゴワゴワっとした感じなんですよ。だから結構安定するところまで僕はほどいちゃいますね。でそこまでぐるっと回っていって、で最後つなげます。またつなげるとこがね、どうやんだっけって毎回思うんですけど、忘れた頃にこれのご注文が入るので、まあまあやってりゃ思い出すんですけど、今日これ何分撮ってる？こんな長く見てる人いるかね。よいしょ、
ほら、ここ別に2回入れてないけど綺麗に収まってるでしょ。で、このちょっとなんていうのかな、バタついた感じっていうかゴワゴワした感じはね、よいしょ、これね結構バンバン、あ、これどう、よいしょ、これこっち行って、よいしょ、いけねいけね、ちょっとお見苦しいけどお許しを。うん、いい感じじゃない、馴染んだところをねお見せしようと思って、よいしょ、はい、ほらなんかみっちり詰まった感じするでしょ、ビシッと。もうちょっとね丁寧に叩きますけど、で角をねこう丸い大きいスリッカーでちょっと撫でてこう綺麗に馴染ませますけど、こんな感じにビシッと詰まってるのがかっこいいなと思ってます。ん？どこまで行ったっけ？これか。キリがないので、こんなもんにしときまーす。さあ、これ一周どんぐらい時間かかるんでしょう。じゃあね。